はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルート向井でございます。よろしくお願いいたします。はい、さて今回はですね、伝説の映画がですね、前日談になって帰ってくるっていう情報がですね出ましたので、皆様に共有していきたいと思います。はい、まあ今回ですね、ご紹介する作品ですね、まあエスターでございますね。はい、まあこのエスターという作品ですね、2009年に公開されたホラー映画なわけでございます。はい、まあなんでですねこのエスターというのが人気なのかっていうのは後ほどご紹介するといたしまして、はい、まあこのエスターですね、とある夫婦が養子に迎えた女の子がなんかねちょっと変なやつだったっていう作品なんですよ。まあこれがですねめちゃめちゃ人気になっておりまして、この前日談が出ますよっていうお話でございます。はい、まあこのエスターですね、ですねパラサイト禁断の島、あれパラサイトって言ってもあれじゃないよアカデミー賞を取ったパラサイトじゃないですよ。はい、の、禁断の島の、デイビッド・コッケシャルがですね脚本を執筆いたしますね。はい、そして、内容といたしましてはですね、はい、先ほどお話ししたようにこのエスターという少女がその孤児院にいた時にどういった、ことが行われていたのかっていうのが明らかになる、こちらがですねエスターの前日談という形になっております。なので舞台といたしましては、孤児院が舞台になっております。はい、そして、まあ前日談の撮影が今年のですね、まあ後半、10月とか9月とか11月とか12月ぐらいから撮影開始されるということで、まあ公開は来年とか再来年とかになるんでしょうかね。はい、ちなみに、こちらの作品なんですけども、オリジナル版のエスターというのは制作費が、2000万ドルですね、約日本円にすると22億円、そして世界興行収入が7800万ドル、約86兆円おいどんだけ高いんだよね、86億円ということでございます。はい、まあね、これね、僕のね、一番疑問に思うことはですね、この主人公の女の子ですよ。イザベル・ファーマンですね。はい。まあ、こちらの女の子が2009年に演じたということでございまして、今ね、22歳のね、めちゃめちゃ美人さんになってるわけでございますね。はい。このめちゃめちゃ美人さんの、がまたやるのか。いや、やんないでしょ。うん、めちゃめちゃスタイル良くなってますからね。そりゃね、子供の成長っていうものはね、やっぱ早いですよだからね、多分また新しい人がやるのかなとは思います。はい、まあそんな感じでですね、皆様が大好きなエスターがですね、まあ前日談となって帰ってくるっていうわけでございますけども、はい、まあね、このエスターっていう作品どういった作品なのよと、なんで周りこんなにワーワーキャーキャーしてんのよっていうとね、この作品ですね、まあ当時はね大どんでん返しみたいな形で言われている作品だったんですよ。で僕もですねこの作品は友人から勧められてみました。後輩ですね、プルートさんめちゃめちゃ怖い作品があるんすよって言ってですね、見たらめちゃめちゃ怖かったというか面白かった作品なんですけども、はい、まあこちら、言ってしまえばですね、その9歳の女の子、先ほどお話ししていた、まあ養子に迎えるわけですよ、エスターが。まあその女の子っていうのは実は33歳の精神疾患の病気を持っている女性だったっていうことです。はい、まあ言ってしまえば子供のまま成長しない病気を持った女の子がその家をですね荒らすっていうかね、人殺しをするっていうことなわけでございます。はい、まあそして大どんでん返し、はたまたですねこちらのイザベル・ファーマンの演技っていうものがとてもよくて、今ね、やっぱあれじゃないですか、そのグレーゾーンのですね5分動画にまとめてみたっていうところでも再生回数めちゃめちゃ上がる作品なんですよね。はい、まあこの作品ですね、ぜひぜひ見ていただければなと思います。めちゃめちゃ面白いですよ。とにかく特にこのイザベル・ファーマンっていうこれネタバレあり言っちゃったからね、ごめんね、ネタバレありでもめちゃめちゃ面白い作品だから、うん、あのねぜひ見てくださいよ、これめちゃめちゃ面白い作品です。はい、まあ僕もですね来年再来年まだプルートネットワークっていうチャンネルやってると思うんで、その時にはこの動画を見てですね、あこいつこんなバカなことやってるわって言ってですね、鼻くそほじりながら見たいと思います。はい、ではですね、以上プルート向井でございました。もしよろしければですねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あとは下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。皆様のですねエスターに対しての熱い思い、聞かせていただければなと思います。では皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフは素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。